分子とは枝分かれすることであり、本来は植物の茎が先端に向けて伸長成長する際にその先端の数を増やす現象である。あるいはそれによって生じる枝分かれした茎、およびその様子のことである。また、その延長として先端成長する構造においての同様の現象を指す。菌類の菌糸サ産後の軍隊等にも適用される。一般的に言えば、 分子を生じるのは次の二つの場合である。前者の場合において、分かれる成長部分が同等のものであれば、枝の形は2差になり、そのような枝分かれのことを2差分子という。それに対して、主たる成長部分ははっきりしており、これに対して大きさに差がある横絵を出す場合、主軸と即死の区別が生じ、これを単軸上分子という。 一般的な感覚では単軸上の方が普通なように見えるが多くの場合に差分子の方が原始的な形であると考えられている。つまり大きさに差がない分裂によって分子が生じる段階から主軸が区別できる形が進化してきたと考える。このような判断はいかん束植物の枝や葉脈、あるいは糸状の草類、菌類の菌糸などでも行われる。 遺憾束植物の場合、もともとは茎や葉の区別は存在せず、に差分子した枝のみであったと考え、それらの変形で現在見られる、様々な形態のものができたとするて、ローム説があり、ほぼ定説とされている。なお、植物の分子には、同一箇所から三つに分かれる三で、水平により多数に分かれる、手のひら状等もあるが、それらは、 このような分子から二次的に派生したものとみなされることが多い。この他に先端が成長を止め、やや下側から速報に新たに成長する先端が生じるという方もあり、この結果生じる分子のことは仮軸上分子という茎の先端の成長点で細胞分裂が行われ、それによって茎は伸長する。茎につく葉の基部の上側には芽が用意されている。 この芽が伸びれば枝が生じる。従って葉の付き方と枝ので、型は共通する傾向があり、葉が耐性する植物は枝も耐性する。花のつくしの分子のことを果女という。一般に先端の成長点が活動を続ける間は、この芽の活動が抑えられる。これを腸が優勢という。これは、 先端の部分で生産されるオキシンが、即画の活動を抑制するためと考えられている。蝶蛾が損傷等によって活動しなくなった場合には、即画が,が活動を始める。なお、天層病は病気の部分の枝が短い間に、多数の分子を行うものである。糸状の構造を持つ生物の場合、分子は最も簡単な文化のあり方であり得る。つまり、 原始的な生物では分子は存在せず、進化の過程で分子という新たな形質が生み出されたと考えるべきである。例えば藻類の場合、分子があるかどうかは結構重要な分類上の形質である。卵藻類は糸状の多細胞体に発達するものがあるが、決して分子を行わない。分子に見えるものも、実際に見ると単純な史上構造が組み合わさって、見かけ上は、 分子があるように見えるというものである。深核層類においても、例えば青ミドロは決して分子を作らない。網ミ,ミドロはに差分子によって毛状の構造が作られているように見えるが、実はこれは先端で分子を生じて作られたものではない。このもの場合、親細胞の内部に生じた多数の細胞がそのまま毛状に配列して群体を形成する。 血管や神経は一本から何本も分かれることで筋肉や臓器に分布し栄養したり動かしたりする。ありがとうございます。